い、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いいたします。ってことで、9月14日、木曜日の、モンスターニュースまとめてお話ししていこうかなと思います。はい、まあ今日の、ニュースが14日で、次のニュースがおそらく21日、でその次のニュースが本来であれば木曜日、毎週やってるんでね、28日になると思うんですけれども、28日ってなってくるともう30日1日にモンストの周年イベントがございまして、そこでニュースがあるんですよね、2日連続で。なのでおそらく28日で発表する内容がなくて、28日のニュース自体がなくなるって可能性がすごい高いかなと思っております。ゆえにですね、残されたモンストニュースっていうのが14日今回の分と21日の分の2回になってくるんですね。で、重大イベントですよね。重大恩返しイベントってのが9月分が2個残っているということなので、まあおそらく今日発表があるだろうと、言われていましたが、ありました。はい、まあそれはね、後ほどお話をしようかなと思います。今日のニュース結構ね、激のあちあちだったんでね。はい、じゃあまずは、どうでもいいところ、あ、言い方が悪いですね、どうでもよくないんですけれども、超絶からこちら、重い金、はい、まあ男性だからそう言ったわけじゃないですよ。はい、重い金さんがね、はい、まあネテローと亀仙人をリスペクトしてるのかな、まあ多分直近ね、ドラゴンボールとハンターハンターを読んだんじゃないですかね。はい、そのような形の、キャラが珍しいですね、こういうタイプの超絶。今までもなんかカタスみたいにイケオジって感じのやつでもなく、普通におじさんいや、そんまあ、3倍言うのやめよっか、うん、なんか普通に今日朝来るとき電車で見かけたぐらいのね、まあ逆にいいですよね、親近感があるというか、はい、まあ、その辺にそうな方が、超絶としてついに降臨しますと。はい、じゃあ次、感謝の間、はい、10周年の、10周年アニバーサリーパーティーの開催記念ということでですね、感謝の間が出現。はい、どういうものかっていうと、普通の神殿に感謝の間というところが登場しまして、ワクリン、いっぱいね種を背負った小僧がいると思うんですけど、あの小僧が、出現確率が2倍になりますよと。でかつその小僧をしばいた時に、金の種基本だったら1個、ドロップすると思うんですけれども、今まで通りであれば1から3個のランダムドロップになると思います。で前回このイベントが来た時に結構なんか一部集計とかしてたと思うんですけど、まあ記憶曖昧ですけど、2個ドロップ3個ドロップが結構ザラにあるぐらい、ちゃんとドロップをしてくれるんですよね。なので、かなり熱いイベントですね。特有の間ほどではないですけど、金の種だけの換算で言うと、まあ普段以上にはるかに集めやすくなっているというイベントなんですよね。まあ激熱イベントなんですが、落とし穴あります。はい、皆さん今神殿誰でワンパンして周回していますかね。はい、まあ当然ワンパンで周回してない人っていうのもいると思うんですけれども、今主流となっている神殿のワンパンは、光属性の神殿の時の間1ですね。ベヒーモスがボスで出てくるステージをルシファーで、ワンパンしてるって人がすごい多いと思うんですよ。でそのルシファーでワンパンした時って、光時1の、ボス1から全ゲージ吹き飛ばすっていう立ち回りをしてますよね。はい、どこでワクリン出ますかって話なんですよ。で基本的に時の間っていう神殿はですね、ボス戦のどのマップでも、ワクリンが出る判定があるんですけど、何か一部の敵がねワクリンに置き換わるっていうので確率で出現しますよっていうシステムになってるんだけど、各ボス戦3マップあったら3マップの中の1マップだけどこか出ないってマップがあるんですよ。それがボス1のところもあれば、ボス2のところもあれば、ボス3のところもあるんですけど、今回いつもやってるルシファーの神殿、光時の間1はですね、ボス1でワクリンの出現ございません。なので、ルシファーで今まで通りワンパン周回してるってなったら、ずっとワンパンを成功させ続けてる限り、ワクリン、感謝の間をやっても登場しません。はい、なので、光時の間1で、どうしても神殿がやりたいって人に関しては、ボス1でのワンパンっていうのをやめなきゃいけないんですね。で、ボス2以降を見てあげて、このワクリンっていうのが出現したら倒してっていう立ち回りに変えなきゃいけないと。はい、とんでもないですね。だからルシワンパンで神殿を周回している人に関しては、このワクリンの感謝の間のイベント恩恵めちゃくちゃ低いです。マジで低い。じゃあどうすればいいのかっていうと、ちはやですね。はい、ちはやの拡大爆破弾でワンパンする闇時でございます。闇時2ですね。はい、こちらはですね、闇時2であると、ボス1から同じくね 4P に置いているちはやで爆発弾でワンパンすると思うんですけれども、左上の、雑魚がワクリンに置き換わることがございます。光時の場合はボス1でワクリンが出るって判定はないんですけど、ちはやでやる場合の闇時2の場合はボス1でワクリンの出現っていうのが確率であります。はい、なので、この期間感謝の間の恩恵を受けたいんであれば、普段ルシファーでワンパンしてる人も、できれば
ちはやでパンパンをしていってあげた方が金種の集める効率っていうのは上がってくると思いますね。なんでこれ結構な落とし穴なんでマジで気をつけてください。はい、なんでマジで気をつけて。はい、でまああまりにもワクリンの出現率が高いなと感じた人はもうそもそもワンパン構成をやめて、他の構成で、もう普通に全部のボスのマップをやるみたいな構成でもいいと思います。で1周で2回ワクリンが登場するってこともあったりするので、まあ、そういうのを狙う人よりスタミナが1回に対して、まあ、50スタミナ消費するに対して、ワクリン金種の落ちる確率を上げたいって人はワンパンしない方が一応効率はいいですね。時間効率やるって人に関してはちはやでやるかそもそも感謝の間を意識しないどっちかだと思います。はい、てな感じですね。ちょっとした落とし穴がございましたと。はい、そして新イベ、さすがに後半コラボはなかったね。アルファもなかったね。はい、ということで何の新イベが来るというとこちら、サイエンスプリンセス。はい、前回ねニュートン、パスカル、フランクリンというね神ガチャを生み出した、イベントの第2弾でございますと。はい、なのでね、結構サイエンスプリンセスっていうガチャのねイメージがめちゃくちゃいいんですよね。うん、当時はねなんか幕末伝とかがねイメージ良かったんですけど、今はもうサイエンスプリンセスっていう強いイメージしかない。はい、その第2弾なんで結構期待しておりました。まず1回目こちらモンゴルフィエ。はい、もう左の子が小鳥ちゃんにしか最初見えなかったんですけど、モンゴルフィエですね。性能がこんな感じなんですけど、うん、これはなかなか強いと思いますね。うん、まあそもそも貫通っていうところと砲撃型ところですね。で友情ブースト M からの全敵貫通分裂弾、これ強いでしょうよ。うん、かなりねその友情の方で評価されるってパターンって何パターンかあると思ってて、まあ大きく先行っちゃうと4パターンぐらいか3パターンぐらいかな。超強い友情、うん、もう次は誘発、爆発の範囲が広いとかで、もう一個が加速とかの圧倒的サポート力みたいな、まあ大きく分けると3個に分かれるんですよね。はい、まあバウンドチャージとか他にもいろいろありますけれども、まあその大きく分けたうちの2つをこいつは友情でカバーすることができてるんですね。メイン友情ってところで、こいつ群れることができればお互いがお互い誘発して、このメイン友情を長砲撃だったら等倍出せるわけじゃないですか。で友情コンボの威力も2倍になるし、友情分身をセットするっていうのが8ターンで打てるっていうのもあって、友情の総火力っていうのが艦隊とかで組んだ時にめちゃくちゃ高いキャラになると思うんですよね。なんで強友情って言ってまあもう差し支えないぐらい活躍はできるんじゃないかなっていうキャラなんですけれども、それに加えてこの白爆発 EL がねあるんですよね。うん、なんで、まあ、ヤクモ時代ぐらいから始まりましたコピーというよりは爆発で誘発した方が強いんじゃないかっていう、今の友情時代にすごい合った友情コンボを持ってるんですよね。で貫通タイプでゲージがないってことなんで、まあ、アナスタシアが使われてる理由に近しいようなね使われ方もできるんじゃないかなっていうので、めっちゃ強いですね。今までアナスタシアが担当したところでレーザーバリアがあってちょっとイラつくところとか全部こいつに置き換わるんじゃないかなってぐらい、こいつは強いと思いますね。めちゃくちゃキャラパワーは高いと思います。まあ限定とかだったらまあまあって感じになりますけど、これ通常ガチャでこのスペック出てくるのはかなり優秀なんじゃないかなっていう風に個人的には感じましたね。はい、ただ気をつける点としては、今爆発の時代で一番先端にいる最強友情って誰って言ったらルシファーじゃないですか。でルシファー使ってるとみんなわかると思うんですけど、防御弾ブラスト強すぎるよね。あれのせいでボスが飛んでっちゃったりとかするじゃない。うん、あれがね嫌だって人に関してはちょっとルシとの組み合わせっていうのは簡単なクエストとストレスに感じることの方が多いかも。うん、ルシファーの防御弾ブラストで先に飛んじゃった、本当はエナサーを入れてワンパンしたかったのにっていっぱいあると思うんですよね。でルシファーがこいつにやった時に爆発と一緒にこの全敵貫通分裂弾の威力が高いっていうので出てくるんで、ボスを倒しちゃったりするっていう事故がより増えると思うんですよね。なんでそういうところに関しては、まあ、他の爆発だけのエデンとか、まあ、そういうところの方が優秀になってくる可能性があります。はい、まだ使うところだね。使うところと使い方次第で本当に強いキャラだと思います。はい、じゃあサイエンスプリンセス第2弾2体目こちら、フーコー。怪しい、これは怪しいっすね。貫通アジンのスピード型、まあ超スピにできるよっていうアタッカータイプの性能になってまして、超 AGB アンチダメージオール麻酔 M っていうスピードが上がるあのアビリティ持ってて、麻酔も M までもらってるのに関わらず、弱点キラーと連撃キラーで 1.5 で8ターンで打てる弱点露出、これは強いよ。うん、これはね強いと思いますね。でかつ重力ダメージラインっていうのはちょっと最近ね注目されてきたところでもあって、信長 X、 福島、そしてノンノアルファで、ここに来て風光が、キャラパワー高いところでいうと出てきているんで、まあ、直近のブックス福島はあったとはいえど、まあ、半属性で使うっていうところにあったとはいえど、
ちょっと怪しいってところに拍車がかかったかなっていう感じはしますよね。まあ意識しすぎも良くないと思うんですけど、まあ一応アーキレットにハマっている性能ではあるんですけど、アーキレットのために出すっていうにしてはちょっとアーキレットに寄せなすぎてるかなっていう感じもするんで、まあなんか他のところ意識してんのかなと。たまにいるんですよ、新イベント中でもちょっと輝くぐらい火力が高かったりするキャラですね。それで言うと、あのね、今までの例で言うとブーゲンビリアとかブレイクとか、あとは、中富の鎌足りとかね、あの辺とかも、通常キャラにしてはかなり強いスペックもらってるよなってところだったと思うんですけど、これもそっちに近いような、性能になってると思うので、まあなんかあってもおかしくはないかなというところですよね。一応ヘキサゴンボムで誘発とかもできたりするんで、まあ使い道はかなり多いようなキャラなんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ3体目こちら、モーです。いやマジ今回のガチャどうした？やっぱね、サイエンスプリンセスは違いますね。その新イベのガチャっていろいろなガチャがあると思うんですけど、サイエンスプリンセスだけちょっと意識して強くしてる気する。さすがにね、まあ、強くしてるっていうと語弊があるかもしれない、怪しさを出してきてる感じはしますよね。はい、でモールスはどういうとこかっていうと、まあ、地雷転送ですね。はい、地雷転送って部分で直近に出ましたユピテルだったりとか、ちょっと前に来た地獄楽コラボのね、詐欺だったりとか、まあいろいろね、怪しいところでありますと。劇種が違っていいなら SAO のアリスだったりとかね、アリスアルファか、はい、だったりとか、まあ地雷転送の貴族性っていうと、まあ割と直近でポン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 と、使い道はどこって感じだけど強いっていうのがね、生まれ続けているんで、まあその辺と一緒にもしかしたらあるかもしれないですね。でこの後話すクエストでもしかしたらハマるかもしれないので、まあそこでハマったら一回怪しさの警戒は解いていいと思うんですけれども、何かしらに就職先はあったりするのかなっていう感じを受けます。はい、じゃあこれで新イベの話は終わりでございまして、次久しぶりに来ましたこちら、決戦クエスト式のクローネ超究極がやってまいりますと。クエストをクリアすると運極でこいつが手に入りますよと。はい、いやいやお前簡単すぎやろって、一回クリア系っつって、一回クリアして運極だったらめっちゃ難しいクエストなんじゃないのって思う人いるかもしれないんですけど、決戦クエストってのは過去にも、何回かあったっすよね。ストームそうでしたよね。フルッツみたいなやつがいたんですけど、そいつフルッツの方が思い出せるのすごい、あ、ドランフルッツとかも確か決戦じゃなかったっけ。まあ過去に何回かやってると思うんですけど、どういうクエストかっていうと、まず式のっていう超究極がありますと。これね難しいです。普通に挑んだらちゃんと超究極してくれる、ちゃんとむずいっていうより硬い、めちゃくちゃ硬い雑魚とかが出てきたりするようなクエストなのね。でこのクエストを、まあ、超究極で一発クリアしたら、その難しい状態でクリアしても運極手に入ります、当然。ただ決戦クエストっていうのはこのクエストを簡単にするっていう手順が踏めるっていうクエストなんですね。普段の超究極だったら難しい、勝てない、終わりなんですけれども、こいつは努力すればこのクエストを簡単にできるっていうシステムになっております。じゃあどうやって簡単にするかっていうと、こちら対策レベルってのがありまして、今回来る新イベントで来ます降臨ですね、フォトネル、バロイケン、クーガンスっていう3クエストが、やってくるんですけれども、こいつらの確かね、ラックを上げれば上げるほどとかだったっけ、あ違うわ、このクエストたちの、クエストをクリアしていくと、このボスごとの3個のボスごとの対策経験値っていうのが、手に入るんですよね。でその対策経験値っていうのを、上げていくと、対策レベルっていうのが1からどんどん上がっていって10レベルまでありまして、このレベルが上がれば上がるほど、さっき言った式のでしたっけ、はい、あの超究極でこのフォトネル、バロイケン、クーガンス3体が雑魚敵として出てくるんですよ。でそいつらがめちゃくちゃ硬いのね。なんだけど対策レベルが上がれば上がるほど、こいつらに与えるダメージが上がります。なので超究極クエストも難しいってされるこの雑魚の硬さの部分が倒しやすくなるので、雑魚処理がすげえ簡単になるんですよね。ちなみに過去の例を挙げると、全部10レベルにしたら超究極とは思えないほど簡単になります。はい、なので超究極自信ないよって人は、まず新イベの方の対策レベルを上げてあげて、簡単にしてから超究極ってのに挑む、これが、ルートですね。ただド M の方、あとは配信者の人、あとは手応えのあるクエストがやりたいって人に関しては、ド M プレイが必須になります。逆にフォトネル、バロイケン、クーガンス、ここの対策経験値を稼がず、硬い雑魚のまま超究極をプレイする、はい、これがド M プレイですね。むちゃくちゃそのね、難しいクエストをやってみたいだったり挑戦したいって人に関しては、そういうのをやった方がいいと思います。
はい、なんで、まあ、いろんな層が楽しめるって感じだね。難しいクエストが欲しい人はそのままやっていいし、ただただ普通にクリアして運極が欲しいよって人は、道中の新夢のクエストを対策レベル上げていけばいいしっていうね、いろんなパターンで楽しめる決戦クエストでございますと。でね、意外とこの超究極のキャラもね、割といいスペックもらったりすることが多いので、スペック次第では逃すようなことがないように、頑張りましょうという感じですね。はい、ってことでここまでバーッといろんな内容を話してきましたが、最初に言っていました10周年ありがとう重大恩返しですね、これの第5弾が当然今回発表されました。それが今回こちら、はい、10周年ありがとう重大恩返しマイベスト10ガチャと。これね、やばいっす。はい、まあもうバナーからね、ヤバさ臭がすごい漂ってくるんですけれども、自分でどういうガチャかっていうとですね、自分でモンスターストライクに登場するすべてのキャラですね、まあアルファだったり期間限定コラボのキャラだったりは抜くんですけれども、限定入っております。はい、限定を含むすべてのキャラの中からですね、10キャラ好きなキャラをまず選びます。はい、自分が欲しいと思う10キャラですね。でその10キャラを選んだ後にガチャを引きます。選んだ10体の中から1体出ます。神ガチャだろこれいやこれはやばいよ本当に。だからルシファー、サトリ、ヤクボ、ルナ、シャルルマーニュ、キルヨアアイドルとか、もう自分の欲しいキャラをバーって10体並べてニヤニヤしながらポン引いたら1体それどれか出ると。これは強い、さすがに強いっす。うん、今のところ10代恩返しで下手したらいっちゃん強いんじゃねえか。うん、だってアゲインガチャっていうのも限定を出るといえど選べないでしょ。で人気投票ガチャっていうのも雑念が入ってるじゃないですか。っていうのを考えるとこれはやばいっしょ。うん、だってもうこれさ、自分で人気投票を自分の中だけでやってその中の1体が出るっていう、だから要は人気投票の上位10体を自分で選べるみたいな状況ですからね。で人気投票の時は20体中1体みたいな感じですけど、こいつ10体中1体ですからマジ強いと思う。うん、いや10体は誰でもいるでしょ欲しいキャラ。うん、マジこれ強いと思いますね。めちゃくちゃよ、本当に強いと思うんで、マジ慎重に選んでほしいですね皆さんね。はい、まあ後日ね、今日以外、まあ、金曜土曜どちらかの、日にですね、私このマイベストガチャで入れた方がいいキャラだったりとか、どういうところを優先して入れた方がいいかって動画は作らせていただくと思いますので、まあ、心配な方はそちらをねぜひ見ていただければなと思います。はい、てことで最後ですね、重心が回でございます。こちらトパーズ、うん、いいね。はい、重力ブロック地雷と、まあ、重力ブロック地雷に関しては転送も絡んでないですし、めちゃくちゃ怪しいっていうところでも正直ないですよね今の環境ではね。なのでそこまでね重要視しておかなくてもいいとは思うんですけれども、さすがに大丈夫だよな。さすがにダメを魔法陣両方なくてキラーがあるといえど天魔さんとかはきついと思うので、うん、まあそこも考えないってなると、まああるとしたらねヨルズとか、その辺と一緒になんかあるかもって感じなアビリティなんですけど、まあ一回ね重力地雷、まあブロックあったらさらに楽よみたいなのでね、あのテンペストーセっていうね爆絶クエストがもう一回来ちゃってるんで、このアビリティはね、うん、なんでまあさすがにないとは思うんですけど、ちょっとそこは貼っといてもいいかもしれないなってところですね。はい、てな感じでございましたと。うん、いいね、今回結構内容が強かったですね。発表された新イベントにパワーがあるのは個人的に嬉しいですね。通常ガチャゲンの強いところって使ってみると楽しいことがすごい多いので、まあ、今回はねキャラパワーも高いし何体か気になるところ使ってみようかなとは思いますね。はい、まあ、前回のシードルほど面白いとは俺は思いませんけど、まあ、シードルに近いキャラ、近いスペックを持ったキャラたちっていうのが生まれてるんで、まあなんとか引いて、頑張って、使ってみようかなと思います。はい、ということで皆様本日もね、ここまで動画のご視聴ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとはね、まあ、今回のねあのベスト10マイベスト10ガチャだったりね、何を引こうと思っているだったり、まあ、こういう引き方はやめた方がいいよみたいなアドバイスがあったらね、僕の動画より一足先にコメント欄とかで初心者の方にアドバイスいただければなと思います。ということでここまでありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価いったかな。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。